奴隷に裏切り者、どちらもこの宮殿への立ち入りを許した覚えはないぞ。本当にあなただったのですね、ケルザレク様。口を聞く許しを与えた覚えもない。わきまえろ奴隷が。これがあいつの本性ってことらしいな。どこにもへそ曲がりはいるってわけだ。いや、結局あいつが普通なのかも。ケルザレク様、メナンシアのスルド第一の側近ともあろう方がなぜ反逆を。好きであの軟弱者に仕えたわけではないわ。奴隷の身では知るまいが、力ある者はスルドの座を争い、及ばずは問答無用で、新たなスルドを主と仰んが我らの定め。そこに選択の余地などない。それでも主が王を目指すなら使いがいもあった。だがデュオハリムにはその意志がなかった。そうだ、それがどういうことか貴様らにわかるか。栄達の望みもないまま、スルドブリガが終わるまで耐えねばならぬこの屈辱。俺たちダナのことはまるきり抜け落ちてやがる。それで裏で暗躍し、それを知った兄を闇に葬った。全てはこのメナンシアを正しい姿に戻すためだ。レナとダナ、支配者と奴隷のあるべき秩序の形を。黙れ。何が正しい姿だ、何があるべき秩序だ。兄は、兄さんは真剣に誰も傷つかずに住む世界を夢見ていた。代わりにお前はあの死の湖を作った。お前は兄さんの仇だ。覚悟。俺一人の命など知ったことではないわ。身の程知った。よくも、よくも。ああ、小雪はよ、くっつけ殴り込むぞ。おお、めちゃくちゃ盛り上がった。ああ、やらせない。宿っている交流レンガさん、レンガさん、私に任せて。そうか、爆発的かレンガさん。クリスクル全光の叫び。また消えた。耳を澄まして目を凝らすんだ。降り注げ。行くよ。炎よ、巻き込め。どういう姿。どういう爆発。降り注げ。降り注げ。どういう姿。どういう爆発。どういう姿。どういう爆発。炎の叫び、巻き込め。
は俺だ。この目の実よ。ファーストエイド。援護に回るわ。こいつ突っ込んでくるぞ。それを止めるためにこの盾がある。わかった。任せたぞ。崩れた。ここで決めてやる。どうかバックエンジン。マジンガン。かなり追い込んでいるぞ。まだ気を抜かないで。奴隷風情が。スルドに取って代わる望みもこれまでだ。取って代わる？バカな。スルドの資格はマスターコアだ。我々が勝手にできるものか。なら、お前は何がしたかったのだ？自分の主を見限ったんじゃなかったのか？そうとも。だが、スルドは他にもいる。他にも…それは…うわそれでガテンが言った。デュオハリム、今までどこにいたんだ。後始末だ。ケルザレク、もう作ることはできない。ルガイの果実、生産施設まで突き止めなさったか。そうだ、もう跡形もない。だが疑問が残った。この果実は明らかに尋常のものではない。それにあれだけの施設、お前の一存だけでどうにかなるものではない。なるほど、タリオの差し金だったとはな。ミハグサールか。今さら聞いて何となさる。どうせこたびのスルドブリガは間もなく終わる。閣下にも懲罰が下るやもしれませんな。罰ならすでに受けた。これをもってスルドとしての最後の務めとしよう。行け、ミハグサールなりガナスハロスなり、お前がふさわしいと思う主のもとへ。いいのか、兄貴の仇だろ。そうだな。でも所詮あの男はありふれたレナの一人に過ぎない。そうですね。結局この国の共存は幻だったの。あれはダナ人たちがケルザレクの手のものを破った声だ。
ダナ人たちがレナ兵を。中心はダナの近衛兵と共存派のレナ人、それと僅差の猫とか言ったな。あんたがそいつらを取りまとめたのか。結局経緯はどうあれ、あんたの夢に救われた人たちがいるのは事実なんだ。そして今はそれを力を合わせて守ろうとしている。それは幻なんかじゃない。だとしてもそれはもう彼ら自身のものだ。そこに鋭は不要だろう。どこへ。スルドブリガを終わらせに、そして二度と繰り返させない。スルドブリガが続く限りこの国に真の平安はない。スルドブリガはダナだけの問題ではないわ。レネギスやレダ本国ともことを構えることになるわよ。承知の上だ。この夢を10年で終わらせないためにはそうするしかない。それが私の償いだ。まやかしを本物にする気になったんだな。筋は通っているわ。ただ難しいというだけで。だったら俺たちと一緒にやればいい。なんだと。俺たちはダナを解放するために戦っている。あんたはこの国を守りたい。やることが同じなら協力した方が確実だ。違うか。ダナの解放者とレナのスルドが協力。面白いことを言う。だが客に招き返されれば応じるのが礼儀というものか。回りくどいんだな。おい、キサラがいないぞ。どこへ。ことが進んで一人になりたくなったのか。考えたら身内をなくしたばかりなんだよな。私たちにしてもまだ倒すべきスルドが残っている以上、これ以上の長居は無用だわ。今さら彼女に危険があるとは思えないし、ここを離れて先を急ぐべきよ。それはそうだが、あんたはいいのか、デュオハリム。彼女に関して今の私に何か言う資格はない。わかった。できれば挨拶くらいしたい。町を出る道すがら探してみよう。キサラはこれからどうするんだろう。いろいろあったからな。ケルザレクを追って行ったとか。彼女はミキューダに託されたものがある。軽はずみなことはしないと思う。きっといろいろ考える時間が必要なんだ。その後どうするかは彼女が決めることだ。
君たちはシスロディアから来たのだったな。ならば来る時の門ではなく南の門に向かいたまえ。結局キサラ戻ってこなかったね。いつの間にかいなくなってたな。どこに行ったんだか。これからこの国はどうなるんだ。本当にダナ人とレナ人がうまくやっていけるのか。結局俺たち大したことしてないよな。この国にも壁はあった。だがここの人たちはそれを自分たちの力で壊すことを選んだ。それに口出すべきではないと思う。まあアルフェンがそう言うならそれでいいけどさ。ん？じゃあ金さんの猫のこと任せたわよ。ええ、彼の分まで私が。来たようだな。ザーレの世話をお願いね、ラギル。ええ、あなたも気をつけて。俺たちを見送りに来たのか。もう一人道連れはいらないかと思ってな。え？構わないが、ただてっきりあんたはこの国の立て直しに残るものだとばかり。それも考えた。だが思うところがあってな。兄さんが死んだ後ずっと考えていた。何がいけなかったのか、どうすべきだったのかを。共存の夢によって私たちが救われたのは確かだ。問題はその後だ。私の過ちはその夢をあまりに盲目的に受け入れてしまったことなのだろう。与えられた理想郷、その中に安住して自分で考えることをやめていた。それが私の罪だから。兄さんは死んだ。ミキューダのことはキサラのせいじゃないよ。そうかもしれない。でも私は兄さんに託された。多分それは与えられたものではダメなんだと思う。それが何なのか私はもっと考え学ばなければならない。だから俺たちと行きたいと。そうだ。それに私が外で戦えばそれだけこの国に対する脅威を減らすことにもなる。君は私を殺したいものだと思っていたが。あなたには感謝しています。それは本当です。恨みもしません。ですがもう使えることもしません。私は私の信じた夢のために戦います。どうかあなたもあなたを信じた者、そして今なお信じる者のために戦ってください。ティオハリム。わかった。私ももはや鋭ではない。なんかいきなり大所帯になったな。それで次はどこに行くんだ。ミハグサール、ヨモの風集う谷。
クルルに反応あり。ニハグサール、五両もいよいよ四つ目ね。次はどんな鋭が待ち受けてるんだろうな。どんなやつだろうと立ちはだかるならぶっ倒すだけだぜ。中に何か こんなところに池があるんだな。ああ、タルカ池だ。昔随分と世話になった。世話に？子供の頃の私はこの池のおかげで生き延びたようなものなんだ。泳ぐには不向きだが魚がとても豊富でな。よくレナ兵の目を盗んで釣りに来た。あの頃は満足に配給も受けられなかったからな。自分で何とかするか飢え死にするしかなかった。魚って手で捕まえるのか？それは難しいぞ。魚はすばしっこいからな。糸に餌やルアーをつけて竿から垂らすんだ。あまり釣りは馴染みがないか。せっかくだ、見せてやろう。こんな具合だ、はあ、なかなか神経を使うものなんだな。俺には向いてなさそうだ。キサラ、もういいんじゃ？すまない、ついぼっとしてしまうな。時間もかかりそうね。獲物がかかるのを待ち、そこからの勝負だからな。兄さんに聞いた話だと、地域が違えば住む魚も違う。相手に合わせた竿やルアーの選定が大事だそうだ。大事って言われてもね。もちろん魚によって味も違うだろうな。中にはとてつもなくうまい大物もいるとか。なるほど、試してみる価値はありそうね。食べることに釣られた。実はそれも少し楽しみでな。こうして兄さんの竿を持ってきてしまった。もちろん時間のある時で構わない。魚が取りたかったら寄ってくれ。ああ、分かったよ。おう、
改めて治癒術とはすごいものだな。なあ、うん、あの二人さっきからずっと一言も口を聞いてないぜ。やっぱり気まずいんじゃない？ミキウダのこととかいろいろあったし。気まずいな、こっちだっての。この空気いつまで続くんだ？そう思うなら言ってみればいいじゃない。俺がかよ。なぜ並んで歩くの？単刀直入に行きやがった。私とキサラのことかね？気づいてなかったの？ウィスキントを出てからほとんどそうだったわ。習慣だろうな。いつでも守れるようにそばに立つ、そういう日常だった。近衛兵だったな。けどデュオハリムなら自分の身くらい守れるんじゃないのか？護衛とは必ずしも対象が弱いから行うわけではないんだ。とはいえ彼らの指摘も最もではある。私はもう君の主ではないのだから。それが習慣で本人が違和感ないって言うなら別にそのままでもいいんじゃねえのか？でも使えてないのに護衛するなんてなんか変だよ。そうだな、いろいろなことが変わってしまった。ならば新しい状況にふさわしい関係というものもあるのだろう。少し考えてみたい。構いませんか？もちろんだ。だからそうやっていちいち許可を求めるのが変なんだってば。やはりどうしても習慣になっているのだな。少し気長に見てもらえるとありがたい。時々敵にもあなたのようにすんでのところでこちらの攻撃を見切って避けるのがいますね。厄介だよな。あっちが攻撃してきた時に打ち込めば当たるけど、そうじゃないと大抵避けられちまう。避けられないようにしたいということなら手がないでもない。見切り合戦でもするのか？私は少しばかり地に属するものを従えることができる。大地を覆い根を張る者たち、彼らが速やかに敵の足を縛り砕くだろう。あ？地面から植物を生やして敵を絡め取るということだと思う。多分よくわかるな。けど避けるやつが出たらとにかくティオハリムを頼れってことだな。承知した、微力を尽くそう。キサラの盾ってあんなに大きいのに軽々と回してすげえよな。そうか、見た目ほど重くないんだが。でもあれで守られるとすごく安心感あるよ。守るか、思えば私はずっと守ることに身を捧げてきた気がする。この衛兵になる前からだ。だからお前たちを守るのも私にとってはある意味自然なことなんだ。私は別に必要ないわ。頼むつもりもない。それで構わない。私が守るのは頼まれるからじゃない、守るべきだと思うから守るんだ。あなたもです、ティオハリム。私も？あなたの目的は私のそれと重なります。ならそれは私にとって守る価値があるものです。俺も守られっぱなしになる気はないが、気にかけてくれるのはありがたい。改めてよろしく頼む、キサラ。ああ、任せてくれ。結局ケルザレクは何がしたかったのかしら。何って、そりゃ自分は玉座でふんぞり返って部下にティオハリムを始末させる気だったんだろ。スルドに挑んでも勝ち目がないことくらい分かっていたはずよ。彼は立てこもったりせずにさっさと逃げ出すべきだった。逃げ切れないと思ったんじゃないか。結局は同じことになったが。やけくそになっての一か八かってか。考えようによっては
彼もまた私の犠牲者かもしれん。ああ？鋭ブリガはレナの至上命題。私はそれを拒否したのだ。彼にとってはそれがひどく衝撃だったのだろう。序列に背いてまで反旗を翻すことを決意させるほどに。何度も言うが、メナンシアの共存はあんたのその拒否があったからこそじゃないか。理念あってのことではない。誇れるようなものではないのだ。泣き言なら他でやってもらいたいわ。行動すると決めたそばから。シオン。いや、彼女の言う通りだ。この話はもうやめにしよう。雰囲気が変わった。油断するな。やばそうだぜ。武器作れんじゃね。よし。私の術からは逃れられんぞ。動きが鈍ればこっちのものだ。なかなか面白い技を持ってるんだな。助かったよ。早速お役に立てて何よりだ。おや、どうした。どうやら思わぬ収穫のようだ。なんだそのガラクタ。ガラクタとはご挨拶だ。このような造形今までに見たことがない。リメル、気になるのか。古いダナの遺物じゃないかな。レナが攻めてきたせいで消えてしまったたくさんのもののその名残。それをレナの私が手にしている。君にしてみれば不本意か。別に。ただレナでもなきゃかまけてる贅沢許されないってだけ。ティオハリムも興味があるのか。惹かれると言った方がいいだろうな。作ったものの思いに辿った歴史、それを感じさせるものが好きでね。だがレナにはそうした古いものがあまり残っていないのだ。ああ、
何が面白いんだか俺にはさっぱりだ。どうして？私たちの文化の遺産なんだよ。んなこと言われたってよ。これが何の役に立つってわけでもないだろ。そうでもない。こうして手にしていると遥か過ぎ去りし古代への思いに胸が熱くなる。そういうものか。まあダナの遺産らしいし粗末にはしないでくれよ。言われるまでもない。しばらく見通しが悪い道は続く。不意打ちに気をつけたまえ。やけに詳しいんだな。鋭なのにこんなとこまで出歩いたりするのか。一人になりたいと散歩がてらにね。何も言わずにいなくなるのはやめていただきたかったです。ティオハリムとどう向き合うかを考えているのか。そのことだが、やはりこれまでのように接しようと思う。あ、いや、家来として使えるという意味ではない。あの人を一人の仲間として考えた上での話だ。私はずっと誰かを守ることを務めとしてきた。だが仲間もまた守り支え合うものだろう。結果的にやることは同じ。あんたがそれで納得してるなら口出すことじゃないが、お前たちとどう付き合っていくかについても考えていた。俺たちと？私のこの旅の目的はメナンシアの外敵を取り除くこと、そして外の世界で得た知見を持ち帰り役立てることだ。
そのために仲間に加えてくれたのは感謝しているが、私から何がしてやれるだろうかと思ってな。別に気にしなくていいさ。戦いでも助けられているしな。いや、それでは私が一方的に。と、悪い。なんか妙に腹が減っちまってさ。そういえば、お前たちは野外での食事はどうしているのだ？どうって、適当に手に入ったものを食べてるぜ。俺は肉さえ食えれば文句ねえけど。好きなものを食べられるのは幸せなことだ。だがそればかりでは体に良くないぞ。なあ、野菜も食えって。当たり前じゃない。なるほど、偏ってるのだな。まあ、好きなものを食べがちではあるかな。わかった。お前たちが健康でいられるよう私が面倒見よう。こう見えても料理の心得はある。だってよかったね、ロウ。何か？いや、あんたの方は何か思うところはあったかと思っただけさ。彼女のためには良いことだ。そういうことじゃなくて、あんた自身の話だ。私の？まさか料理の腕を当てにはしていまい。レナってこんなのばっかり。リムル、それは心配せずとも、戦力としては存分に働くつもりだ。レナの同胞が相手だろうと手を抜くつもりはない。別に疑ってなんかない。ただ一緒に行動する以上、互いのことをよく知っておくに越したことはないだろう。あまり期待しないでもらいたい。己自身のことさえ往々にしてわからないものなのだから。みんな、ちょっと待ってくれ。どうした？まだいけるぜ。鎧が重いんだ。少し休みたい。わかった。私もそろそろ休憩したいと思っていたところだ。なんだ、貴様まで。こんなところで道草を食ってる暇はないわ。ミハグサイルの主婦、ニズまで休まず進むべきよ。誰が倒れても、他のものを煩わせることになる。ましてお前の場合、運べるのはアルフェンだけだ。休めるときに休むといい。な、ああもう、俺が休みたいんだ。それでいいだろう。余計な気遣いは迷惑よ。迷惑って、あのな、俺は別に。探したぞ。お前は、あいつ何者だ。探したと言ったな。俺のことか。うましき命。何？求めるはそれのみ。なぜだ、なぜ戦う。お前は誰なんだ。何なんだお前は。普通じゃないよ。なんという動きだ。鋭度も凌駕するっていう。交流連合だ。あがくがいい。それが蹴らせ。豪華爆炎戦。クリスマス。交流連合だ。クリスマス。豪華爆炎戦。クリスマス。
角にて楽しませて交流連合さん発動超連打だ豪華爆撃殴られない三日月を振り返る傷を治すわファーストイング塩、おい、塩！アルフ、塩！掴む力が強いわ。あ、すまない。大丈夫。大丈夫だから。なんとか急所外れたみたい。急所ってそんな、どう見たってさっきは。本当に大丈夫だから。なんであんな無茶をしたんだ。あなただって私をかばおうとしたでしょ。俺には剣がある。お前は違う。違わないわ。それに私は、うん、何でもないわ。ただありがとう。俺は何も。まあいいさ、無事ならそれで。アルフェン。いや、ねえ、あいつまた来るとか言ってたし、とりあえずここを離れた方が良くない？それが賢明だな。シオン、本当に大丈夫か？シオン、本当に傷は大丈夫なのか？ええ、治癒術もかけたし、
傷跡も残ってないわ。けど剣があんなに深く刺さって。本当に大丈夫よ。それとも幽霊にでも見える？いや、そんなことはないが。心配してくれるのはありがたいけど、本当大丈夫だから。シオンが刺された時、妙な光が生じたな。敵はそれを見て退いたようにも見えた。アルフェン、あれは何だったのだ？光？わからない。俺はただ無我夢中で。考えてみれば、炎の剣のことといい、何者なのだ君は。リンウェルのようなダナの精霊術使いなのか？アルフェンは記憶がないんですよ、ティオハリム。それに今はここを離れるのが先決です。そうだったな、失敬した。ミハグサールの主婦ニズはもうすぐだ。運が良ければシオンもそこで休めるだろう。なあ、考え込んだりして何か問題事か？いや、君たちの礼儀作法についてな。礼儀作法？ああ、率直に言って君たちの武作法ぶりはいささか目に余る。率直すぎるだろう。っていうかそれ今必要な話かよ。私からすると武作法は目にするだけで落ち着かない気分になるのだ。そう言われても奴隷の身じゃ身につける機会なんてなかったしな。ああそうそう、こちとら生き抜くので精一杯だったんだ。君らと同じダナ人でもキサラは一通り習得している。この衛兵として学ぶ機会と必要がありましたから。こう言ってはなんですが、メナンシアはかなり特殊だと思います。俺もメナンシアを基準にするのはどうかと思う。そうだそうだ、他の国のレナの支配体制も考慮しろよな。うん、確かに君たちの言い分に理があるな。対等を装いながら私はどうやら無意識に君たちを見下していたらしい。いや、そこまで固い話をしているわけじゃ。以後は気をつけるとしよう。それはそれとして、礼儀作法を覚えるのは悪い話ではない。よければ野営の最中に基本だけでも教えよう。遠慮しておくよ、堅苦しいのは性に合わないんだ。そうか、君はどうだロー。まずはこの意識を改めるところから始めないとダメか。諦めないのですね。さっきの戦いで受けた傷、もういいのか？ええ、この通り大丈夫よ。厳しいと思ったら後ろに下がってくれ。殴り合いならこっちで引き受ける。守られるために一緒にいるわけじゃないわ。そうは言ったって得て増えてったもんがあるだろう。私が痩せ我慢しているようにでも見える？俺は痛みを感じない。でもシオンは違うだろう。気遣いは感謝するわ。でもあなただって不覚を取ることはあるはずよ。私だけ過剰に扱うのはお願い、やめて。違